皆さん、ポコニャチは。前回、エンドシティがすぐ見つかったんだけど。また別のエンドシティがすぐ近くにあったのよね。見つからない時は全然見つからないからな。とりあえず一安心ってところで。で、このエンドシティ、かなり高いんだけど。マリサの新しい新職が達成できるんじゃない？いやなぜそこでホラー感を出す。今回挑戦する新職は、ここからの素晴らしい眺めです。だーもうわかったから。で、それはどんな新曲なの？うん、シュルカーの攻撃で50ブロック以上浮遊するなんだけど。はぁ、あなたのでかい。ちょっとそれってかなりきついんじゃ。ま、前回誰かさんがエリトラなくしたし、これはやってもらわないと。まさか激突して奈落に落ちるとはね。うん、耳が痛いんだぜ。ちなみにほら、ここから前回行ったエンドシティが見えるんだよ。ほんとだ、マリサがエリトラなくしたエンドシティ。いや、そう何回もいじるなし。向こうよりこっちの方が高いのか？うん、断然ね。だったらすぐに達成できるんじゃない？マリちゃん、これを渡しておくわ。ほう、エンダーパールか。やばいと思ったら地面に投げつけてね。なるほど、ワープして落下死を避けられるってわけか。一発で成功すれば問題ないけどね。やってみねえとわかんねえな。よし、お試しでやってみるか。ちなみにポコニャン、私脳装備なんだが。まあマリサだったらいけるって。うわぁ、ブラック起用かよ。でもほら、脳装備で達成したら伝説になるかもしれないわよ。よし乗ったぜ。単純なやつ。で、シュルカ同士で攻撃し合ってるんだが。これはつまり、次の弾がないから。そして中途半端に生き残るっていう理だろ、別に。よし、次だ次。シュルカーが一体だけになっちゃったけど。これだけ弾があるからいけるんじゃない？よし、怖いからエンダーパールをいつでも使えるようにしておくぜ。上の方のシュルカーを探さなきゃね。選手交代してもらわないと無理だからね。夫なんかめちゃくちゃ重いんだが。マリサの体重。ちょいはバカ失礼だな。で、次のシュルカーはどこにいるんだ？結構壁や天井に張り付いてるイメージだけど。ほうほう、壁や天井。おー、いたんだぜ。マリサ、体力は大丈夫？終わった、忘れてた。ちょ、間に合うの？だーい。もう、マリサは、HP 管理ぐらいは自分でやってよね。理由に集中して気づかなかったぜ。でも、あの感じなら希望が見えたんじゃない？次あたりで決めちゃってよ。そう簡単に言ってくれるなし。そろそろ50マスか？お前の目は節穴か？だいたいどのあたりなのかしらね。さっきが30マスぐらいだと思うけど。飯を食わなかったのが悔やまれるぜ。あれ、霊夢が。ちょっとお花を摘みに。またこのタイミングでかよ。く、私はこんなに頑張ってるってのに。マリサ、一旦もらっといた方がいいんじゃ。あ、ちょっと、ほら、ワンコクじゃない。これは予想以上に時間がかかるかも。マリサ、達成できた？んまあ達成できたようなもんだぜ。いや、それはできてないってこと。てか、最初のシュルカーって。おいた。こいつも利用すればいいんじゃないかな。え、だが建物の中だろ。外から見えるように削っちゃえばいいじゃん。お、なるほど。よし、そうと決まれば工事開始だ。シュルカーが張り付いてる壁は削っちゃダメなのよね。うん、どこかにワープしちゃうからね。進捗達成のためにこんなことまでしなきゃいけないのか。手厚いサポート嬉しいでしょ。変ないじりさえなければな。あ、ちょっと。え、どうした？予想外の場所から弾が当たって。よし、そのまま続けるのよ。おう。だが弾の数が少なくないか。早く選手交代してもらって、うん、すぐそこにいるんだが開かねえ。ちょっとなんで霊夢まで浮いてんの。で、その弾私に回せよ。言わないでよ。残念でした。くそ、最初の弾をもうちょい増やさなきゃか。これはいつ終わることやら。え、ちょっとエンダーマン何遊んでんだよ。霊夢、いや私目を合わせたつもりないのに。霊夢、もうちょっと壁を削るの手伝ってよ。今はそれどころじゃないっての。ふう、危なかったわ。ちなみに僕視点だとこんな感じ。いや、視点とかどうでもいいから助けなさいよ。はぁ、一気に気が抜けちまったんだぜ。エンダーマンぐらい一人で倒してよ。ボールの字だと半分ぐらいダメージ持ってかれるのよ。やられる前にやるだけの簡単なお仕事。そんな簡単じゃないっての。私の進捗よりかは簡単。そういう問題じゃないの。ほら、倒しといたぞ。ついでにエンダーパールも落ちた。ほら、マリサにもうちょっと渡したくてね。そんな嘘通じると思うのか。しょうがない、こっち側も開けといて入りやすくしとくよ。最初からやっといてよ。よし、ここからは本格的に進捗達成に向けてサポートだ。さらに天井や壁を開けて視認してもらうようにするよ。
よし、こっちは準備オッケーだぜ。あ、ちょっと私はお花を摘みに。見たかよ。まあいい、始めちまうぞ。グッドラック。テイクオフ。ちゃんと地面から始めた方が良かったんじゃない？お、だがこれだけの弾があるからいけるかも。大事に使わなきゃね。ちゃんと飯も食わなきゃだよな。ふ、やっぱり脳装備だと火種がきつい。でも中継のシュルカーが仕事してる。おお、マジでこれはいけるかも。連続で当たりすぎると回復が追いつかないから気をつけてよ。んなこと言われたって。だーやばい。落ち着け、まだいける。これが落ち着いていられるか。ほら、もうちょいだよ。もうちょい。いや、具体的にあと何マスだ。ん、10マスちょい。この10マスが長すぎる。あ、でもいいところにシュルカー。たった今、バカ、こっちは必死だっつうの。うわー、マジかよ。ちこれちゃんと達成できるのか。ほら、これを使いなよ。あれ、ポーション。そう、前回のエンドシップから持ってきた。これを最初から渡せし。でも2個しかないのよね。だから次に決められないと後がきついよ。余計にプレッシャーがかかるじゃねえか。これがラストチャンスだと思って頑張って。しゃあなしやな。ちなみに回復量っていくつだ。レベル2だからハート4つ分だね。かなり強いじゃない。使うタイミングも考えなきゃか。よし、荷物の整理を。え、ちょっと。もう攻撃されてるよ。たく、心の準備さえさせてくれないのかよ。頑張ってね、マリちゃん。もう花を摘みに行くんじゃねえぞ。それは約束できないわ。ああ、もう好きにしてくれ。体力の管理はしっかりね。まず1個目を飲むんだぜ。え、早くない？食べ物が先の方がいいかも。いや、先に言えし。隠しマン覆度の高い金の人参なら一気に回復できるからね。ああ、すげえな、これ一気に回復していくぜ。ステーキとかよりも圧倒的だもんね。これも最初から渡しとけし。だがさっきよりも安定してるんだぜ。うん、集中攻撃が怖いからちゃんと動いてね。やべ、連続で食らっちまった。ふう、危ない危ない。まずすぐに金の人参を食べて。ちょっと忙しいな。大丈夫？体力はいつ？ルーンハート3つぐらいで。やばい、死ぬかも。エンダーパールで逃げていいか？絶対ダメ。頑張って耐えて。うそ、持ってくれ、オラの体。って悟空じゃない。そんな冗談を言えるってことはまだいけるか。いや、マジでヤバいっての。うおー、見てくれ、達成したんだぜ。すごい。ここが50マスか。うん、やったぜ。もうエンダーパール投げてもいいよな。結局死んでるじゃないの。エンダーパールのダメージのこと忘れてた。とりあえずお疲れさんだったね。あとはエリトラを取りに行こう。マリサ、もうなくすんじゃないわよ。もうエンドの世界で試運転はやめとくぜ。だいぶ葉っぱブロックを使ったわね。めちゃくちゃ大量に持ってきておいてよかった。私たちにも持たせてたからな。シューカーめ、やってくれたな。んー、まあその気持ちはわかるわ。よし、お宝はと。あら、ダイヤ装備いいじゃない。結局前回のチェストプレートはロストしちまったからな。ギリギリ残ったけど気づかずに5分経っちゃったっていう。よし、適当にもらっていくぞ。あ、なんか達成したわ。だから順番おかしいんだよね。さあ、そしてこれを。じゃあ2個目のエリトラゲットだぜ。いや、実質これが1個目だけど。あ、もうこれまたずっと言われ続けるやつだろ。でもやっぱりちゃんと3人分欲しいわね。マリサ、あと2つ飛んで探しに行けるか。いや、またなくすって。ポコナン、任せた。ああ、まあ普通に考えたらそうなるよね。頼んだわよ。あいよ。そんじゃ、ちょっくら行ってくるわ。柱に激突するんじゃねえぞ。全ロスしたら裏くらね。たく、好き勝手言いやがって。あ、時間がかかるので分身の術を使います。分身という名の編集2画面でシップ付き連チャンはラッキーじゃない。てか、なんでお前らと会話できてるんだ。そういうのって気にしたら負けじゃねえか。ああ、なるほど、めたいところも出していくスタイル。さあ、もう取れそうだからすぐ帰れるよ。よし、エリトラを。ダブルゲット。帰りに事故るなよ。動画を盛り上げなくていいからね。いや、マリサの天然だけで十分。お宝もそこそこいいね。お、着いた着いた。ポコニャン、柱柱。ああ、もうわかったって。期待に応えられずにごめん。つまんねえの。いや、冒険が進まないから。よし、これで行動範囲が広がったね。次回以降何をしてほしいかコメント欄に書いてね。よろしくな。